は海岸の町ということで海の幸もすごく多いです。で結構美味しいです。で今回はあの優れた海産物が、観光地につながった、場所に行ってみたいと思います。はい、私の隣にヒントになります。小石浜っていうのは恋っていう文字があって、小石浜は、最近すごい、縁結び、恋の、パワースポットになってるのですごく有名になってます。あとは最近、海産物って言ったんですけど、まあ、ここもヒントになっててホタテですね。小石浜はホタテでとても有名な場所です。今日は小石浜に行ってみたいと思います。トンネルに入るとピンクの光がついてます。そこはもうすぐわかりますね。あの愛のパワースポットに向かってるっていう雰囲気になってます。ちょっと癒されますね。トンネルにもうちょっと入るとこういう赤い線見えてきます。まあ、正確に出口まで何メートルがあるのかっていうあの矢印になってますけど、もう一つの意味があって、この赤い線は、神社の鳥居ってイメージで作られたんです。だからここに通ると、神社に向かってるっていう雰囲気も、出てきます。小石浜トンネルから出てすぐこういうサインがあります。結構珍しいですね。その意味は小石浜に入ったということで、小石浜の海産物になっているホタテは、歌を歌ってくれて、ようこそって言ってる声が出てきます。小石浜駅に着きました。小石浜駅っていうのは、恋のパワースポットと言われてます。カップルと、独身の方はあの永遠でお互いに愛するため、素敵な出会いをできるためにここに訪ねてる人が多いです。でやっぱり なぜかっていうと、小石浜の中に恋っていう文字が入ってます。小石浜駅は、1985年に、作られました。最初は名前はこういう書き方ではなく、地名と同じ書き方になってました。ではなぜが変わりましたか？その理由は、ここで作られている優れた海産物につながってます。小石浜は、とっても美味しいホタテを作ってる、地域になってます。なぜこんなに美味しいなのかっていうと、前の世代は、ホタテの、事業を始めた時に、まあ一般の漁師だと、量を作りたい、とにかくいっぱい作りたいってことになってますけど、ここは湾はそんなに大きくないので、その沖から入ってる栄養と山の栄養をたっぷり与えて、料理、質を狙ってた世代でした。だからその、数量の、生産の数量を制限、かけました。でそれは成功して、すごく質が高くて優れたものなので、築地市場で、すごくあの高い値段まで、行きました。っていうことは、今の世代はやっぱりそれは尊敬して、その商品を守るために、もっとあの有名になるために、ブランド化にしました。でそのブランドを、小石浜ホタテになってます。小石浜ホタテっていうブランドはこういう書き方で、やりました。でそれは2008年商標登録しました。で、ブレンドしましたけど、やっぱりその商品だけではなく
小石浜っていう地域も盛り上がるために、その商品と地域を、つなげようっていうことで、三陸鉄道に提案して、駅の名前も、変更してくれないかっていうことで、2009年に、駅の名前の書き方が変わりました。でそれで恋スポット、あのパワースポットになりまして、そこにいろいろ仕掛けがあります。ちょっと見てみましょう。駅のホームにこういう鈴があります。よく見ると天守とバラの花で、その通してあの綺麗な海見えるところなんですけど、これは、幸せを呼ぶ、鈴になってます。ここにやっぱり訪ねてるカップル一緒に習ってて、永遠の、結びを、狙ってます、願ってます。で、素敵な出会いを、求めてる方も一人で習っててそれを願ってます。駅のホームに、この場所もあって、神社の形になってて、恋を見つけるためのお願いは、ホタテの貝殻に絵馬になって、そういう絵馬で、書きます。結構大 量ですね。で、さっきトンネルであの赤い線は鳥居になってるつもりで、ここは神社になってるつもりです。はい。で、まあ、震災後に、恋を求めてる方だけではなく、福をのために、願ってくれてる方も多くて、まあ、そういうテーマはちょっと変わってきたんですけど、もうやっぱりここであの素敵な出会い、素敵な恋を求めてる方のお願いばっかり、書いてあります。で結局訪ねてきた、方はたまに連絡取って、後で、彼氏ができました、結婚できましたっていう声も上がってますので、もしかして本当に本当に、恋のパワースポットになってて、縁を求めてる方はぜひ、訪ねてください。そして小石浜駅の素敵な従業員を、紹介させていただきます。小石浜蓮くんになってます。復興を狙ってて、ある会社と、三陸鉄道、一緒になってて、こういうカラーを、デザインしました。だから今はあの小石浜でこういうイケメンが、勤めてるので、恋を狙って求めて絵馬を描いて、でその素敵な出会いまで、ここでイケメンとツーショットができますので、ぜひツーショットしてその素敵な出会いまで、待ってる間に毎日そのツーショットを見てて、ああこの素敵なイケメンとツーショット撮れたなって思っていただければいいかなって思います。今は、ホームの一番端っこにいます。私の後ろにまた、恋のパワースポットの一つのものを見れます。これは、ハートモニュメントになってます。なぜそこにハートを作ったのか、ちょっと説明します。ここに、三陸鉄道が走ってます。で上は、小石浜トンネルから出てる、道路を見えてます。でその道路と、三鉄を交差してるところにハートを作りました。はい、すごい考えですね。さすがに、恋のパワースポットのアップですね。と、最近ピンク色塗っててでさらにあのハートのアジコに、太陽の光を吸収しているものを塗って、夜は、光ってる、だからあの暗くなってもそのハートは、見えることになりました。駅から降りるとそのパワースポットの、ものが並んでます。とりあえずこれですね。
ピンクのポストになってます。でよく見るとこのポストの基礎はハートの形になってます。やっぱりさすがの愛のパワースポットですね。もうやっぱりあの恋のパワースポットっていうことで、そのものを全部揃ってるっていう、戦略があって、自販機までピンクになっててハートもついてるしホタテもついてます。中にも見るとちょっとあのホタテの貝殻も、入ってます。あとは漁師さんの玉ですね。八戸から南相馬まで、道の区潮風トレイルっていうハイキングコースが流れてずっとつながってますけど、沿岸にずっとつながってますけど、それは環境省が作ったものであって、環境省が管理しているものです。で だから、案内看板はすべて環境省の、緑の色になってます。ただここ小石浜だけで恋のパワースポットということでピンクになってます。普通はこういう緑なんだけど、ここだけピンクです。